レジナルド・オーベリーフェス宣伝は、カナダの発明家で世界初の無線による音声及び音楽の送信など、ラジオに関する先駆的実験を行ったことで知られている。その後、高出力送信、ソナー、テレビなどの分野で多数の特許を取得した。カナダのケベック州イーストボルトンで生まれる。14歳の時、学校から、 数学のマスターシップの称号を与えられた。1886年末、ニュージャージー州、ウェストオレンジにできたトーマス・エジソンの新たな研究所で働くようになった。特に受信機の設計で急激に頭角を表し、音声信号の受信機の開発を行った。1890年から1900年までいくつかの 製造業者で働き1892年にはパデュー大学で電気工学の教授になり、1893年にはピッツバーグ大学の電気工学部長となった。1900年、アメリカ気象局で働き2つの信号を混合することで課長範囲の音を取り出すヘテロダイン原理を発見した。そこで1900年12月23日に公衆派。 火花送信機を使った音声信号の送信実験を行い約 1.6km 離れた地点で受信に成功した。これが世界初の音声信号の無線通信とされている。レジナルドは研究の財政的基盤としてナショナルエレクトリック・シグナリング・カンパニーを創設。長距離無線電信サービスのための高出力回転式火花送信機と 電信と音声通信に使える低出力の連続波交流発電式送信機の開発を行った。レジナルドは単一の周波数の制限波を生成できる連続波交流発電式送信機が音声通信にも適しており、はるかに有望だと考えた。そこでゼネラルエレクトリックと契約し一連の高周波、 交流発電式送信機を設計、制作した。1906年12月21日、ブラントロックで新たな交流発電式送信機の公開実験を行いに地点間の無線電話や既存の有線電話網に無線を相互接続しての通話実験を行った。数日後、追加の公開実験を行い、これが娯楽及び音楽を一般向けに流した。 世界初のラジオ放送とされている。同年12月24日にブラントロックから行われたラジオ放送は、レジナルド自身が、さやかに星は、きらめきを、バイオリンの伴奏で歌い、聖書のルカの福音書、第2章の一節を朗読するというものだった。同年12月31日には、再び番組の放送が行われた。当然ながら、 当時はラジオを一般家庭で持っているはずもなく、これらの放送の聴衆は沿岸を航行する船の無線技師たちだけだった。現在ではこれらの実験の重要性が認められているが、当時はほとんど話題にならず、すぐに忘れ去られた。技術的な進歩は目覚ましかったが、財政的には困窮していった。このためネスコ経営陣とレジナルドの間に圧力が生じ、 ついに1911年1月、解雇された。レジナルドは同社を相手取って、裁判を起こし一審では勝ったものの、控訴審でネスコ側が勝利した。同社は1920年に、ウェスティングハウスに売却され、翌年には、レジナルドの数々の重要な特許が資産として、RCA に売却された。このため、訴訟も RCA が引き継いだ。 1920年以降、交流発電式送信機ではなく、真空管を使った送信機によるラジオ放送が普及し始めたがレジナルドが1906年に導入に関わった振幅変調方式を採用していた。1911年にネスコを解雇されてからは、ラジオ関係の研究はせず、他の分野で研究を続けた。 最終的には500以上の特許を取得している。RCA との訴訟が解決すると、和解金で、バミューダ諸島のウィストを購入した。レジナルドのラジオに関する重要な貢献は、世界初の音声信号の無線送信、世界初の大西洋横断双方向無線送信、世界初の娯楽及び音楽のラジオ放送である。生誕地にある。 記念碑レジナルドは1866年10月6日、カナダ・ケベック州イースト・ボルトンで、レバレンド、ヨゼフ・エリーシャ・フェセンデンと、クレマンティナ・トレンホールム・フェセンデンの4人の子の、長男として生まれた。ヨゼフは、カナダのイギリス国教会の聖職者で、その頃は家族を伴って、オンタリオ地方を転々としていた。 成長するに従って、学業で優秀さを見せるようになった。1877年、11歳の時、オンタリオ州、ポートホープのトリニティカレッジスクールに入学し2年間、通った。14歳の時には、ケベック州レノックスビルのビショップカレッジスクールで数学のマスターシップの称号を与えられた。当時、ビショップ、スカレッジスクールは、ビショップ、 S ユニバーシティの付属学校で同じキャンパスにあった。1878年7月の入学者はわずか43名の男子だけだった。10代でありながら年下の生徒には教師として数学を教え、同時に年上の学生に混じってビショップ S、S ユニバーシティで数学を学んでいた。1883年から1884年における 同大学の入学者数は25名だった。18歳になると学ぶべきことは全て学んだとして、同大学を中退した。学位を取得せずに中退したことは後々、仕事に影響することになった。マギル大学に電気工学部門が設立された時、学部長の座を申請したが叶わず、アメリカ人に与えられた。 大学を離れた後の約2年間、バミューダ諸島のホイットニーインスティチュートで、唯一の先生健康長として働いた。ここで妻となる、ヘレン・トロットと婚約し、1890年9月に結婚。後に、息子、レジナルド・ケネリー・フェセンデンを設けた。レジナルドが受けた古典的な教育では、科学的訓練や技術的訓練はごく限られたものだった。 電気技術への興味が膨らんでくると彼は1886年にニューヨークに移住し、有名な発明家、トーマス・エジソンに雇ってもらおうと考えた。1925年の自伝ラジオニュースによれば、最初は何度言っても門前払いだったという。最初の履歴書には、電気のことは何も知りませんが、すぐに学んでみせますと書いてあり、これに対してエジソンは、 電気を知らないものなら間に合っていると返した。しかし彼は諦めずエジソンマシンワークスに半熟連行として雇われ、検査技師補佐となった。同社はニューヨークの地下送電網を構築中だった。レジナルドはすぐに頭角を現し、徐々に責任ある地位に上り詰めていった。1886年末には、エジソン直属のアシスタントとして、ニュージャージー州、 ウェストオレンジに新たに設けられた研究所で働くようになった。同研究所では科学、夜勤、電気など様々なプロジェクトに関わった。しかし1890年、財政問題が発生しエジソンはレジナルドを含めた多くの書院を解雇せざるを得なくなった。素晴らしい実績が買われ、いくつかの製造業者に職を得た。1892年、 パデュー大学に新たに創設された電気工学部門の教授の職を得た。同大学に勤務する傍ら、ウェスティングハウスの依頼を受け、1893年のシカゴ万国博覧会での照明の設置を監督した。その後間もなくジョージ・ウェスティングハウスが、個人的にフェッセンデンを引き抜き、ウエスタン・ユニバーシティ・オブ・ペンシルベニアの新たな 電気工学部門の学部長とした。1890年代末、グリエルモ・マルコーニが実用的な無線送受信システムを開発したという知らせが届いた。レジナルドは無線の実験をはじめ、オリバー・ロッジとマルコーニが作り上げた火花送信機とコヒーラ受信機よりも、はるかに効率的なシステムを開発できると確信した。1900年、レジナルドは ピッツバーグ大学を辞めてアメリカ気象局に移り海岸線に沿って無線局のネットワークを構築して気象情報を送信し既存の電信網を使わずに済むようにするという仕事に取り掛かった契約によって気象局はレジナルドの発明を自由に使えるが発明品の所有権はレジナルド自身が保持することになったすぐさま受信機の設計で 大きな進展があり、音声信号の受信機能を開発していった。まずバレッタ検波機を開発し、その後、硝酸に浸した細いワイヤーでできた、電解研波機を開発した。電解研波機は、その後数年間、無線受信機の研波の標準となった。研究の進展の中でレジナルドは、ヘテロダインの原理も発見した。これは二つの信号を掛け合わせることで、 第三の課長音を生成するものである。しかしヘテロダインには安定した局所信号が必須であったため発信用真空管が開発されるまで約10年ほどは実用化できなかった。当初の仕事場はメリーランド州コブアイランドにあった。ポトマック川沿いのワシントン DC から80キロメートルほど下流である。1900年12月23日。 その場所で高周波火花送信機による実験を行い、音声信号を約 1.6km 離れた地点で受信することに成功した。これが世界初の音声無線送信である。当時の音質はひどいもので商業化はまだ無理だったが、この実験で技術を改良していけば音声信号を無線で送信できることが証明された。実験の進展に伴い、 大西洋岸に新たな無線局を建設した。そんな中、スポンサーとの論争に巻き込まれた。気象局長、ウィリス・ムーアが特許による利益の半分を要求したがレジナルドは、これに応じず、気象局との契約は1902年8月で打ち切りとなった。この時、ピッツバーグの実業家、ヘイ・ウォーカー、ジュニアとトーマス・エイチ・ギブンが資金を提供し、 ナショナルエレクトリック・シグナリング・カンパニーを創設した。同社は、レジナルドの研究に資金を提供し、長距離無線電信サービスのための高出力の、回転式火花送信機の開発と電信及び、音声送信のための低出力の連続派、交流発電式送信機の開発を支援した。この会社の本拠地は、マサチューセッツ州、ブラントロックである。 1910年頃の絵はがき。ブラントロックにある高さ128メートルの無線と回転式火花送信機大西洋横断無線電信サービスの確立に挑戦することが決定され1906年1月10日回転式火花送信機を使って大西洋を横断する無線電信実験を成功させた。ブラントロックと全く同じ設備を スコットランドのマクリハニッシュに建設し、両者の間で、モールス符号によるメッセージを相互に交換したのである。マルコーニは、当時、一方向の通信しか成功させていなかった。ただし日中や夏季には、この長距離の通信はできず、実験は冬になるまで一時中断された。1906年12月6日。 指示用ケーブルをずらす作業をしているとき、作業員の一人の不注意でマクリハニッシュの無線灯が、倒壊し大西洋横断実験が不可能となり、商業化も遠のいた。回転式火花送信機の開発は、新たな手法が完成するまでのその場しのぎの手段に、過ぎなかった。レジナルドは交流発電式送信機の方が優れて、いると考えていた。この方式では、 単一周波数の純粋な制限波を生成でき、効率が良く、音声信号の送信にも適していた。彼のアイデアは、通常の交流発電機では、せいぜい数百ヘルツの交流電流しか、生成できないが、これを、キロヘルツ単位の周波数が生成できるように、高速化するというものだった。つまり、 交流発電機を高速化することで無線信号をそれに乗せて発信するのである。カーボンマイクを送信機に組み込むことで音声信号を発電機の発生した交流に乗せ信号の強さによって振幅を変化させる。すなわち高周波の搬送波に音声信号を埋め込む振幅変調である。しかし交流発電式送信機のプロトタイプ開発にも 時間と資金がかかり、それを高出力化するにはさらに数年を要すると思われた。レジナルドはゼネラルエレクトリックと契約し、高周波交流発電式送信機の設計と製作に支援を得た。1903年、GE のチャールズ・プロチュース・スタイン・メッツが 10kHz 版を完成させたが使い方が制限されており、そのままでは、 無線送信には使えなかった。彼はもっと高速で高出力の装置の開発を、アーンスト・アレキサンダーソンに依頼し1906年8月、約 50kHz の周波数の送信機が完成した。ただし、出力は、レジナルドの回転式火花送信機に及ばなかった。交流発電式送信機は十分な搬送波を、 送信できるレベルとなったが、音声信号を増幅する手段がなかった。1906年12月21日、ブラントロックで新しい交流発電式送信機の公開実験を行いに地点間の無線電話が可能であることを示した。また、無線局を有線電話網とつないで通話可能であることも示した。 この公開実験の詳細なレビューは、ザ・アメリカンテレホンジャーナルに掲載された。数日後、二つの追加実験が行われた。これが、世界初の娯楽と音楽を内容とする、ラジオ放送とされている。1904年から、アメリカ海軍は、地報と気象情報を放送していたが、それは火花送信機で、モールス符号を使ったものだった。 1906年12月24日の夜、交流発電式送信機を使って、ブラントロックから短い番組を放送した。レジナルド自身が、さやかに星は、きらめきを、バイオリンの伴奏で歌い、聖書のルカの福音書、第二章の一節を朗読するというものだった。同年12月31日の大晦日、第二回の放送が行われた。 これらの放送を聞いていたのは、大西洋沿岸を航行する船の無線技師だけであり、人数は不明である。現在ではこれらの実験の重要性が認められているが、当時はほとんど話題にならず、すぐに忘れ去られた。この実験の最初の記録は、フェッセンデン自身が1932年1月29日に、かつての同僚、 サミュエル・ M ・キンタに宛てた手紙である。しかしどの船にも、この放送を受信したという記録はなく、当時のどの出版物にも書かれていない。さらにレジナルドが、その後放送実験を繰り返すことはなく、あくまでも日展館の無線電話の実現に向けて、開発を進めていった。それでも、この実験が、ラジオの歴史上重要であることは、 間違い,な,いなお、受信範囲は、せいぜい数キロメートルとされていたが、ネスコの社員、ジェームズ・シー・アーマーは、マクリファニッシュで、ブラントロックから送信された、音声信号を受信したことがあると報告している。レジナルドが成し遂げた技術的進歩は、財政的成功には結びつかなかった。ネスコの創設者、 ウォーカーとギブンは AT&T などの大企業への身売りを望んでいたが、買い手が見つからなかった。1906年に、レジナルドが、モントリオールで、フェセンデンワイヤレスカンパニー・オブ・カナダを創設すると、ネスコ側は、彼が、大西洋横断無線電信サービスの利益を、独占しようとしているのではないかと考えた。 ネスコオーナーとの間で圧力が生じ、ついに1911年1月、ネスコはレジナルドを解雇した。レジナルドは、ネスコを契約違反で訴えた。一審ではレジナルドが勝ったが、ネスコ側は控訴した。資産を保護するためネスコは1912年に、犯罪人の管理下に置かれ、サミュエル・キントナーが、同社の管理者となった。 法廷闘争は15年以上続いた。1917年、ネスコは、関罪人の管理を脱しすぐにインターナショナルラジオ、テレグラフカンパニーと解消。1920年にはウェスティングハウスに売却され、翌年には、レジナルドの多数の特許を含む資産が、RCA に売却された。RCA は、レジナルドとの訴訟も引き継いだ。 1928年3月1日、RCA との訴訟は、和解に達し高額の和解金を手にした。レジナルドがネスコを解雇された後も、アレキサンダーソンは GE で、交流発電式送信機の開発を続けた。何年かかけ、アレキサンダーソンは、大西洋横断の通信が可能な高出力の、アレキサンダーソンオルタネーターを完成させ、1916年には、 大西洋横断通信で火花送信機よりも高い信頼性を発揮するようになった。1920年以降、真空管を使った送信機での音声ラジオ放送が広まったが、変調方式はレジナルドが1906年に採用した AM 方式だった。1921年、アイアーはレジナルドに栄誉賞を送った。 1922年にはフィラデルフィア氏がジョン・スコットメダルと800ドルの賞金を贈った。レジナルドは1911年にネスコを解雇された後は無線の研究をやめ別の分野で働いた。実は1904年からナイアガラの滝での水力発電の設計を支援していた。特によく知られているのは ソナーの開発で潜水艦同士が信号を送るシステムやタイタニックの悲劇を繰り返さないよう氷山の位置を確認する方法を開発した。第一次世界大戦が勃発するとカナダ政府に協力を申し出てロンドンに出向き敵の大砲を検知する機器や敵の潜水艦を検知する機器の開発を行った。レジナルドは最終的に500以上の特許を取得した。 しばしば川や湖でまぶかに帽子をかぶり、葉巻を加えて試案する姿が目撃されている。自宅では猫を胸に乗せて絨毯の上に横たわることが多かった。このようなリラックスした状態でアイデアを練った。例えば発明やプロジェクトや特許をコンパクトに記録できるマイクロフィルムのようなものも考案した。 石油資源探査での重要な技法の一つ、地震反射法の基本的アイデアの特許も取得している。1915年にはソナーを応用した音は促進機を発明し、1929年にはサイエンティフィックアメリカン誌の金メダルを勝ち取った。他にも栄光弾、ポケットベル、テレビ装置、船のターボ電気駆動など様々な特許を取得している。 ブラントロックのアンテナは1917年に取り壊されたが基礎が残っている。コンクリートの層の間にはもともとはセラミックの絶縁層があった。RC8 の訴訟が片付くとバミューダ諸島のウィストを購入した。1932年に亡くなると同等のストリートマーク S チャーチの墓地に埋葬された。 マサチューセッツ州ニュートンのチェスナットヒルにあるレジナルドの家はアメリカ合衆国国家歴史登録財及びアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定されている。この家は1906年かそれ以前にレジナルドが購入し亡くなるまで所有していた。アンインベンターイズワンフューキャンシーザアプリカビリティオブミーンズツーサプライング デマンドファイブヤーズビフォ s before it is obvious to those レジナルドエーフェ宣伝ザインベンションズオブレジナルドエーフェ宣伝ジャニュアリー1925ラジオニュース P1142 発明家とはその分野のものにとって当たり前となる5年前に需要を満たす手段の妥当性を見通すことができるものであるありがとうございます